7月19日金曜日、稲部川河川敷で国土交通省が定める7月の河川愛護月間に合わせて清掃活動が行われました。この清掃活動は稲部川の良好な河川環境の保全に取り組むとともに、河川に対する関心を高めてもらおうと、三重県桑名建設事務所が周辺の市町や総員河川漁業協同組合、さらに三重県建設業協会総員支部とともに毎年行っているものです。参加したのはおよそ300人で、上流の稲部市から下流の桑名市まで7カ所に分かれて作業を行いました。稲部市では三笠橋や北西大橋、藤原大橋の3つの橋の周辺で作業が行われ、どの参加者も細かなゴミを見逃さないように気をつけながら次々とゴミを拾い集めていました。河川にゴミがあると治水事業の支障となるほか、水質の悪化にもつながるということです。ポイ捨てや不法投棄されたゴミなどが相変わらず多いということで、この日1時間ほどの作業でどの作業場所でもトラック数台分のゴミが集まりました。参加者の一人は、いろいろなゴミが捨てられていることに驚いた、マナーを守る人が増えてほしいと話していました。三重県桑名建設事務所ではこの活動を通して、身近な美しい稲部川を大切にする気持ちがより一層地域に広がっていけば嬉しいということでした。